シェヌーダ3世は第117大コプト聖教会教皇。コプト教皇としてアレクサンドリア教皇並びに聖マルコ大主教官クソ主教を務めた。エジプトアシュート県で生まれる8人の子供のうち末っ子だった。16歳の時にコプト聖教会に積極的に通い始めた。首都カイロギザ地区のフワード一世大学で学位を取り、神学校に通う。 1949年に神学校を卒業し、コプト正教会の修道士となる。1954年7月18日に、ワーディーナ・ナトルーンの修道院に入り、6年後の1960年まで、コプト正教会の教えを受けた。1971年3月9日に、教皇キリロス6世が死去し、同年11月14日に教皇に就任した。教皇就任式典は、 カイロのコプト制度で行われた。以降40年以上にわたり、教皇としてイスラム教徒との融和やイスラム過激派からの信者の防御に尽くした。1981年、イスラム主義勢力の怪獣を模索するアンワルアイコールザー大統領は、シェヌーダ三世を砂漠地帯に遊兵したが、1985年にホスニームバーラクによってカイロへ連れ戻された。 ムバーラク政権とは良好な関係を維持した。晩年は長年にわたって肺と肝臓を患っていた。2012年3月17日に死去。88歳没。遺体は翌18日にカイロにある聖マルコ大聖堂に移され、数日間公開された。ありがとうございます。